打撃陣の調子の良さが非常に感じるような立ち上がりになっていますね。痛烈な当たりがどうだ、入りました。まさにメジャー級なホームラン、とんでもない打球がライトスタンド、ものすごい弾丸ライナーでした。グレゴリー・ポランコ来日3本目のホームラン、ポランコも2日連続のホームランです。いや、篠塚さん、打球が速すぎました。もう完璧ですよね、高めのボールでした。まあ、完全に阪神側にしてみればもう失投を投げてしまったって感じですよね。打った瞬間、バットに当たった瞬間というような当たりでした。